こんにちは、泉ひなです。今日はですね、じゃじゃーん、お待ちかね、雑談セルフカラーをしていきたいと思います。はい、ということで今回使うのが、こちら韓国発のメイク感覚で楽しむワンデイヘアカラー、ビューティーピュアのアッシュグリーンをしていきたいと思います。ワンデイヘアカラーとは何って思いませんか？私も実際使うのは初めてなんですけど、髪に直接塗るだけで、いつでも気軽にカラーチェンジを楽しめて、しかもシャンプーで簡単に落とせるというヘアカラーエッセンスクリームらしいです。これすごいと思ったのが、まずね、髪が明るくなくても染まります。この商品の特徴としては、ブリーチいらずでライトオン&ビビットカラーになります。なんかさ、こういうカラークリームとか、あとカラーバターとかって明るい髪色じゃないと色が入らないっていうことも結構あると思うんですけど、私みたいなね、こういうちょっと暗めの髪色からでも鮮やかな発色になるみたいです。これ最初にね、使用方法だけ簡単に説明しておくと、まずね、髪染めたい部分に塗ります。私の場合今回前頭なので前頭に塗って、でドライヤーなどで乾かします。で、乾かしたらもう耐水性も耐熱性も優れてるから、コテとかストレートアイロンでのね、アレンジも可能らしいです。すごくない？基本こういうクリームってなんか塗った後固まっちゃうとか、あとコテしたらなんか変な感じになっちゃうとかでね、いうことも結構多かったと思うんですけど、これの場合はまずその塗って乾かした後も固まることがなく、櫛で溶かせる状態になるみたいです。こちらの商品韓国発って言ったんですけれども、実は楽天市場で1本1100円で購入できます。で、これカラーが今回アッシュグリーンなんですけれども、他にもねたくさんあって、ビビットレッド、グルービーオレンジ、アッシュグリーン、ミッドナイトブルー、あとナチュラルブラック、チョコレートブラウン、ルミナスバイオレットの全7色あります。今の聞いてね、お気づきの方もいらっしゃると思うんですけど、髪を黒くすることもできるので、なんか1日だけさ、黒染めしたい日とかね、これ使えます。まあちょっとね、説明もちょっと長くなるとあれなんで、実際やってみましょう。ということでレッツゴー。じゃあやっていきましょう。まずは乾いた髪に商品を適量取って、手とブラシで塗っていきます。手に出してみます。こんな感じだ。わ、緑。それでは塗っていきましょう。じゃあ毛先から塗っていこうかな。これはね、カラーリング剤ではなくてヘアカラーメイクなので、なんかさ、手袋をする必要もないですし、あとはさ、普通のカラー剤と違って1剤とか2剤とかね、そういう風に分かれてない、もう本当にこれだけで済んでしまうのがすごく楽だなと思いました。でもさ、見て、塗った感じも塗った場所が緑になってきてる。今回赤とかオレンジとかさ、私がよくやるカラーもあったから、それで試してみるか迷ったんですよ。でもさ、せっかく1日ですよ。1日だったらちょっと緑とか普段しないカラーしたいなと思って、今回冒険してみました。お、どう？すっくない？このね、肛門を使うとよりね、綺麗にこう塗れるらしいので、肛門は用意しとくのがおすすめです。はい、近くで見るとこんな感じですね。本当に今んとこ緑だし、やっぱりちょっとこうアッシュっぽい感じが、綺麗な色だね。で、今さ、これ素手で塗ってるから、こう手が緑になってるんですけど、これもね、終わってからすぐに洗い流せばすぐに綺麗に取れるらしいです。まあ、ちょっとね、もし時間をかなり置いてしまうと残っちゃう場合もあるみたいなので、まあ、すぐにやることが大切ですね。でもさ、これさ、1日でできるし、こんなさ、これ塗った後にアレンジできるとか、めっちゃ最高じゃない？なんか私は絶対学生さんとか、普段さ、髪をヘアカラーすることができない人とかで、こうイベント、今日だけはちょっとこうもうちょっと派手な髪にしたいとかいう人にめっちゃいいと思うし、逆に普段派手髪だけど仕事の影響でちょっとこう髪を黒くしなきゃいけない、でも1日だけみたい、ヘアカラーはしたくないみたい、やっぱカラーすると多少なり痛むしね、って方にはこれ絶対いいんじゃない？ブラックあるじゃない？ナチュラルブラック。これはエッセンス成分も配合されてるので、髪表面にね、潤いを与えてくれて、リング保護してダメージから守ってくれるみたいです。こんなさ、派手髪ができてね、髪があんまり傷まないっていうのはありがたい話ですよ。まったく、もう着々と頭皮近くも持っていってますし、今回はさ、やっぱ前頭を思いっきりした方が見応えもあるかなと思って前頭にしてますが、なんか本当に前髪だけとか毛先だけとかで塗るのも可愛いと思う。でも確かに今塗っててめっちゃ思うのが、全然髪の毛がこうカチンって固まってしまう感覚がすでにないですね。で、これをまたさらにさ、後でドライヤーで完全に乾かしたらさ、コテとかも使えるらしいので、これは楽しみだ。でも確かに手でやるだけじゃちょっとこうムラになってしまいそうな感覚が私も塗っててあるので、ちゃんとコンブでね、均一になるように伸ばすことが大事だなと今
やりながら思っておるところです。まあでもやっぱりこれは普段のヘアカラーも一緒なんですけど、やっぱさ乾いてない間は衣服にこう映っちゃう恐れも、色移りしちゃう恐れもあるので、ちゃんとね黒い T シャツとかいらない T シャツとかを着るのがおすすめです。前髪ら辺もこの辺ね、この辺も丁寧に塗っとかなきゃ。もうこれ塗っててめっちゃ思うのが、一応今回さどれくらい使うか分かんないから2本用意したんですけど、結構伸びがいいの。私くらいのセミロングだったらワンちゃん1本で足りるんじゃない？だってまだ半分はあるしだからこれは、しかも使わないときはちゃんとしっかり蓋を閉めとけば多分また後で使えるので、はい、しっかりとコームでなじませますよ。え、可愛くない？てかさ、人生初緑カラーだけど案外緑いけるくない？今回のこのさ緑が確かにちょっとビビッドではあるものの、なんかさおしゃれなカラーだから、なんかそんな結構ファッションとかにも馴染みそうな色味で可愛い。なんかねこれやるにあたって参考に韓国の YouTube の方が前職してたのでそれも見たんですけど、その方は地毛が明るい方だったので塗った感じもまたさらにこう明るいちょっとパステルっぽい感じのカラーになってて、それも可愛かったですね。私みたいなちょっと暗めの髪でもしっかりと色も出てくれるけど、また染まり具合とかもねちょいちょい違っていろんな状況で楽しめるんじゃないかなと思いました。ここ塗りすぎたかな。え、待って色かわいい。ここら辺が塗り足りないか。なんか私はちょっと今ムラになるのが怖いので結構多めに塗ってます。なんかさ、こういうカラー系はほんと K-POP アイドルって感じのイメージ。なんかなんであんなさ K-POP アイドルの子ってあんな派手髪でもめっちゃ可愛いんだろう。なんかさ派手髪ってやっぱさヘアカラーでするのって、正直私も結構いろんな髪色してきたけど緊張するんですよ。だって似合わなかったら嫌じゃん、せっかくね染めて。でもこういうのだと1日でこう試せるから、そういうのもいい。だからもしこれ似合ってたら緑で、ね、カラーリングしてもいいし。どんどんなんか馴染んできたんだけど、塗ってはコームして塗ってはコームしてってしてるとめちゃくちゃ良くない？ちょっと多分ね、もう正直多分ここら辺で髪乾かしてもう多分十分満足な範囲だと思うんだけど、よりね綺麗になるようにちょっとここら辺の分かる中間部分の根元も塗っておこう。マジでなんかあれだよね、セーラームーンに出てきそうな髪色になってきたんだけど、なんかコスプレとかさハロウィンとかにも使える。見て、なんか髪型可愛くしちゃったやっぱここら辺中間部分がまだちょっと茶色が残ってるので、ここをね綺麗にしたい。あ、もうでもすぐ綺麗になったわ。やっぱねヘアカラー剤でもこういうカラーリングクリームでもカラーバターとかもそうだけど、やっぱちゃんとこうブロッキングして塗るのって大事だなと今思った次第です。めちゃくちゃ綺麗になったんじゃなかろうかこれは。はい、じゃあこんな感じで全体にまんべんなく塗れたのでドライヤーで乾かしていきます。後ろから見るとこんな感じです。どうだろう、ちゃんと塗れてるかしら。はい、それではひとまず完成まで3、2、1、じゃじゃーん、こんな感じに染まり上がりました。なかなか綺麗にいったんじゃないでしょうか。後ろから見るとこんな感じですね。色がめちゃくちゃ可愛くない？ちょっとだけねムラになっちゃったかもしれないんですけれども、めちゃくちゃ色が可愛い。特にね生で見る方が私は好きかも、画面通して見るよりね。なんか緑なんですけれどもちょっと深みのある、本当に透明感のある緑なので、なんか
緑なのにめちゃくちゃ奇抜感が出ないっていうのがいいですね。で本当に乾いたら全然指通る、なんか固まってペタみたいなペチーみたいな感じじゃないのがすごい、まあ、ということでまずね一旦色の完成形を見せたんですけど、今回これ耐熱性も優れているからそのコテでも負けるとのことなので巻いてみましょう。こんな色かわいい、ちょっとめちゃくちゃ気に入ってるわじゃあまずは前髪を巻いていくか、緊張するな。よし、はい、おーすごい、全然綺麗に巻けるし、コテにもさほら白なんですけど緑の色がついてない上に熱のせいで落ちた感じもしない、めちゃ良い。じゃあこっちもやっていくか。じゃあまずは毛先を外羽にしていきます。できるかな。おー綺麗に外羽になりました。まあいつも通りの髪型をねやっていこうかなと思います。はい、こんな感じで綺麗に外羽もできました。すごくない？簡単に巻いてみよう。ゆるくもね巻いてみますね。どうかな、できるかな。全然巻けてる、ほらちょっと今まだ熱持ってるので冷ましとこう。じゃあこっちも外羽にしていきます。そしたらいつものヘアセットはできました。いつもはこんな感じのちょっとこうちょい緩まきって感じなんですけど、今んとこ全く問題なくヘアセットができまってます。でちょっと言葉取ってカール強めで巻いてみようかな。はい、こんな感じでしっかり根元から毛先までくるんと巻いていきましょう。おー全然巻けてる、すごい、わかります？やっぱちゃんとさ指が通るから固められてる感がないのがいい、ちゃんとほぐせてしまう。やっぱりいつもの髪質よりはちょっとね普段よりちょっと重めになる感じはあるんですけれども、でも全然問題ない範囲というかぺったりならない感じがすごい、なんかちょっと私の中でこのワンデイヘアカラーの革命が起きてるレベルです。そしたらこんな感じで普通に髪もセットできました。はい、それではお風呂で洗い流してきました。もれなくすっぴんです。そしてねちゃんとカラークリーム全部落ちてくれました。シャンプーは1回目だとまだカラーが残ってたので2回してね綺麗になる感じだったので、やっぱり数回のシャンプーをおすすめします。でも本当に全然綺麗に元通りの髪色に戻りましたね。そして髪がね傷んだ感じとかも全くしません。まあ別にその傷む感じのヘアカラー剤ではないのでね。でも今回のね緑最初さやっぱ奇抜かなと思ってちょっと緊張してたんですけど、めっちゃおしゃれな緑に仕上がってなんか最高でした。しかもホームページもさオレンジとか赤とかめっちゃ可愛い色揃ってるからさ、正直私緑だけじゃなくてオレンジもしたいな、夏だしって思います。26になったからちょっと奇抜な色をする前にちょっと緊張するようになってしまったので、こういうさヘアカラークリームがあると1日だけさ色を遊ぶことができるから、こういうのはすごく助かる。ブリーチしなくてもあんな色が出せるなんて本当にすごいと思う。今回は私は前頭にしましたが、これをさ部分的に塗ったりとか、まあ、こっちは緑こっちはオレンジみたいな感じでね色を変えたりして遊んだりしてもすごく楽しいと思います。そしてやっぱり何よりもびっくりしたのがさ固まらないことですね。塗った後に塗って乾かしても指が通って、しかもなおかつコテとかアイロンとかでヘアを髪の毛をセットできるということなので、いやこういうのは私は見たことなかったのですごくおすすめです。こちらの商品の詳細も概要欄にね載せておりますので、ぜひねチェックしてみてください。はい、ということで今回のセルフヘアカラーも大成功に終わりました。今日の動画もいかがだったでしょうか。ビューティーピュアいいねみたいな、緑に似合ってたとか思ってくださった方、チャンネル登録と高評価お願いします。 YouTube の他にも Twitter、Instagram もしておりますので、ぜひフォローお願いいたします。ということで今回も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。